テオルボ。テオルボは、デュート族の発言楽器。16世紀末に現れ、バロック末期まで通奏低音楽器及び、ソロ楽器として幅広く使用された。同様の楽器で来たろうね、と呼称されるものもある。この時代の楽器は、現代の楽器のように標準化されていないので、テオルボと呼称される楽器でも大きさや形状が、 様々異なるオリジナル楽器が知られている。ここでは、テオルボと呼ばれる楽器の一般的な特徴を叙述する。胴体、ボディはリュート同様、洋なを半分に割ったような後ろ側が丸い形状を持っており、そこに長いネックが取り付けられている。ボディは通常のリュートよりも大きく、ネックの長さは1メートル前後のものが多い。通常のリュート同様、 指板が取り付けられる部分に、さらに拡張ネックと呼ばれる、竿状の長いネックを取り付けている。弦は、ルネサンスリュートなどとは違い、通常単弦、1コース1弦である。指板のある、ネック部分に取り付けられている弦を、ストップ弦、竿状の長いネックに取り付けられた弦を、拡張バス弦などと呼ぶ。ストップ弦は、リュートや、ギターなどと同様、指板に押し付けて、 音程を変化させ演奏するが、拡張バス弦はもっぱら開放弦で用いる。ストップ弦は長さ70から9 0トル程度、拡張バス弦は長さ150から1 7 0トル程度のものが多い。テオレボは14コース、すなわち14弦の楽器が最も一般的で、14本の弦のストップ弦と拡張バス弦への振り分けは様々で、あるが、ストップ弦。 拡張バス弦が6プラス8、7プラス7のものが多い。長弦法は歴史上様々なものが知られているが、1コースが A から始まる楽器のような長弦が最も一般的である。上記のような特徴を持った楽器の一部はしばしば、キタローネ、イキタローネと呼ばれることもあるが、このことはテオルボキタローネの出現の歴史と関係している。キタローネと名前の付く楽器は、 1580年頃にフィレンツェのカメラータで用いられ始めたと思われている。1589年のフェルディナンド・デ・メディチとフランスの皇女クリスティーヌ・ドローヌの結婚を祝う祝祭のための音楽を作った一人であるクリストファーのマルベッツィは1592年の出版符の中でこの祝祭の際にヤコポ・ペーリが北ローヌの木語りで歌ったと記録している。またジュリオ・カッチには 新音楽、ルン・オー・ベイ・ムジー・ケイ、1601年の序文の中で歌、特にテノールの歌の伴奏にはキタローネが、他の、いかなるがっきりも適しているという記述を残している。カメラータの活動は、古代ギリシアの音楽悲劇の再現を目的にしており、キタローネの名はギリシア語のキタラから来ている。このように、カメラータでのモノディソー創期には、キタローネは、 非常に重要な楽器とみなされていた。このカメラータのキタローネがどのような楽器であったかは詳しくわかっていない。アレッサンドロ・ピッチニーには1623年のリュートとキタローネのためのタブラチュア州の序文の中、拡張バスは自分がアーチリュートイアーチロートを発明した時に初めて出現し、それは1594年のことであったと主張している。 ロバート・スペンサーはこれを受けて、カメラータのキタローネは、バスリュートを4度上に調弦し、1コースと2コースを1オクターブ下げたものだったのではないかと推測しているが、このことに確証はない。いずれにせよ、残されているオリジナル楽器などから、1600年から1610年頃には、全校で記述したような拡張バス付きの楽器が、急速にイタリアで広まり、 相当数の楽器が作られたことがわかる。エミリオデ・カバリエリが1600年にローマで上演した魂と肉体の劇、ロプレイゼントツヨネ・ディーアイ・アニマ・エディー・アイ・コープーでは、キタローネまたの名をティオルバが用いられたと記録されていることも、この観測と合致している。17世紀前半には、拡張バス付きのキタローネは、通奏低音楽器として、イタリアを中心に広範囲で用いられ、 この時期には、キタローネ用のタブラチュア集も多く出版された。すでに述べたように、1600年の時点で、ティオーバ、ティオールバイコールテオルボの故障が用いられており、文献中のティオーバの用例も多く見られることから、この故障も一般的に用いられていただろうが、キタローネとの違いを主張する用語であったのか、単に別名であったのかは判然としない。フランスやイギリスでテオルボが、 本格的に用いられるようになったのは17世紀後半からであるがこれはフランスにおいてはマザラン教らによるイタリア音楽の積極的な輸入イギリスにおいてもイタリア風モノディオペラの伝播の時期と一致しているフランスにおける独自のバロック様式の発展またイギリスにおけるイタリア風オペラの流行によってこれらの域でもテオルボは 通奏低音楽器として盛んに用いられた。フランスにおいてはリュートが衰退した後も通奏低音楽器として長く生き残った。バロック期のドイツでもテオルボは用いられていた。このことはドイツの博物館にテオルボが残されていることやドイツで製作されたオリジナル楽器が存在することなどからもわかる。しばしばジャーマンテオルボと呼ばれる楽器の中にはバロック期のリュートにおける バロックリュートと同じに単調調弦のための楽器が多く存在し、これらはバロックリュートの一種とみなされる。17世紀末にはテオルボの果たしていた役割は徐々にアーチリュートに置き換えられていったとする見方もある。これはバロック中期以降、通奏低音パートが平音記号の五線の上にまで上る、要比較的高い音を用いるような作曲法が主流になり、 1>, 1コース及び2コースを1オクターブ下げているテオルボではこれらのバス音の上に火星をつけられないのがその一つの理由であると考えられている。それでもテオルボはバロック最末期まで通奏低音楽器として用いられ続けたが古天気になると姿を消した。しかしこのような議論には問題もある。実際にテオルボとアーチリュートを区別する基準はそれほど明確では ないからである。より詳細に同時代の文献を調べると、実に様々なタイプの拡張バス付きルート属の楽器が存在していたことがわかる。ヨーロッパ各地の博物館に残されているオリジナル楽器の多様性からも同じことが言える。初期のキタローネは、ボディ、拡張ネックともに大きく、ストップ幻長が 90cm、拡張バス幻長が 170cm、 全長が2メートルにも及ぶオリジナル楽器が多く、残されている方で、ずっと小ぶりの楽器も残されている。ウィーン美術史博物館に残されている、ベネツヤア1610年頃製作の、拡張弦付き楽器、カタログ番号サム 41C45 は、ストップ弦が復元であり、弦長もストップ弦が67センチメートル、拡張バス弦長が140センチメートルの楽器であるが、 これをウィーン美術史博物館はキタローネとしてカタログに掲載している。その一方で、この楽器は中期バロック以降の標準的なアーチリュートに近い仕様を持っているため、一部の音楽家、演奏家はこのモデルをアーチリュートとして認識しているようである。17世紀前半にこのような仕様を持ったモデルは複数存在しているが、これが どのような長弦で用いられていたかわからないために、キタローネイコール、テオルボと、アーチリューとの間の区別は、楽器個体仕様による区別というよりは、長弦やその音楽への使用法による区別だとみなす、こともできる。テオルボ、キタローネはその黎明期から、まず第一に、通奏低音楽器としての役割を与えられていた。モノディ歌曲や、それを受け継いだ、ベネツヤ風のオペラ、 また、フランスで独自に発展したバロック様式において、常にテオルボは通奏低音楽器として用いられていたので、これらの曲目はテオルボの主要なレパートリーとみなすことができる。一部のテオルボの名手たちはテオルボのためのソロレパートリーを残している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。